国民健康保険五所川原市立、西北中央病院は青森県五所川原市にかつて存在していた医療機関。西北中央病院は青森県津軽半島西北地域の中心に位置する中核病院として昭和6年に設立され南北 100km、東西 40km、人口約15万人に及ぶ県域を対象としていた。西北五医療圏は 全国的にも医師不足が顕著な地域である。そのため、平成12年度から津軽西北五広域連合で新たな地域医療体制の構築を目指し、2012年4月1日より津軽西北五広域連合が地域内自治体病院の一括運営を開始。本院は2014年4月1日の津軽総合病院会員までその中核病院となり、 地域医療を提供してきた。この府市は医療機関に関して執筆中です。過失、訂正してくださる協力者を求めています。基本診療の施設基準等に係る、届け出一般病棟入院基本料7対1、精神病棟入院基本料13対1臨床、研修病院入院診療加算救急医療管理、加算、 入児救急医療管理課3人散布、緊急搬送入院課3診療力管理体制、課3医師事務作業補助体制課315対1、急性期看護補助体制課350対1、重症者等療養環境特別課3精神科、身体、合併症管理課3栄養管理実施課3医療、安全対策課3一塾層患者管理、課3急性期病棟等等単員調整課3、 秋雨世紀入院医療管理料1特計診療の施設基準等に係る届け出がん性疼痛緩和指導管理料ハイリスク妊産婦共同管理料がん治療連携指導料薬剤管理指導料医薬品安全性情報等管理体制加算医療機器安全管理料1検体検査管理加算 CT 撮影及び MRI 撮影高惑性腫瘍剤処方管理 加算外来化学療法加算1、無菌製剤処理加算の血管疾患、等リハビリテーション量運動器リハビリテーション医療保護、入院投入がん、センチネルリンパ節加算1、ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術大動脈、バルーンパンピング法位加点数表、第2章第10部手術の通則号及び6に掲げる、手術麻酔管理量を、ありがとうございます。